白旗山は北海道札幌市清田区有明に位置する標高321.5メートルの低山である。名称はトンネ兵が測量時に白旗を建てたことに由来する。厚別川、平岡公園の梅林と並ぶ清田区のシンボルの一つとされる。白旗山競技場1972年札幌オリンピックで使用されたまこまない距離競技場に変わる。 FIS 公認スキー距離競技場として1990年12月に完成。1997年には発着場を白旗山サッカー場として整備した。競技場の所在地は新名の番地区域に属する。白旗山のふもとに位置する散策用の約 4km のコース。冬季期間中も散策が可能。面積は85万平方メートル。 施設もより駅有明の滝入口有明の滝有明小滝、白旗山のふもとに位置する散策用の約 6km コース。有明の滝、有明小滝を見ることが可能。面積は83万平方メートル。当期期間中は閉鎖。施設もより駅札幌ふれあいの森白旗山のふもとに位置する散策用の 約6キロメートルのコースとキャンプ場など施設がある。面積は122万平方メートル。施設もより駅 AB 札幌市清田区各地区の概要札幌市清田区清田区のシンボル札幌市、観光文化局スポーツ部事業概要札幌市、観光文化局スポーツ部発行。ありがとうございます。